アレクサンドル・ブヤチェスラー・ボビチ・ズーリンは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手で現在は、高知県振付師。1994年、リレハンメルオリンピックアイスダンス銀メダリスト。1992年、アルベルビルオリンピックアイスダンス銅メダリスト。1993年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンスチャンピオン。パートナーは、マイアウソワ。妻は、 ナタリア・ミハイロは、ロシア語読みでは、アリクサ・アンドルビチ・スラーバビチ・ジューリンが近い、旧ソビエト連邦のモスクワに生まれた。1980年マイア・ウソワとカップルを結成し、アイスダンス選手として活動を始める。カップル結成当初は、ソビエト連邦の層の厚さから、なかなか国際大会への出場が叶なわなかったが、1985年、 東京ユニバーシアード競技大会で優勝し、1987年、東京ユニバーシアード競技大会では2位となるなど、頭角を表し始め、1988から1989年シーズンには、世界選手権と欧州選手権で2位となり、競合カップルとして認知された。1992年アルベールビルオリンピックには、旧ソビエト連邦を中心とした合同チームの、 独立国家共同体代表とし、銅メダルを獲得する。翌1992から1993年シーズンには、欧州選手権で初優勝を果たし、続く世界選手権でも初優勝を飾った。1994年リレハンメルオリンピックには、ロシア代表として出場。金メダル最右翼候補として臨んだが、同じロシアのパーシャグリシュク エフゲニー・プラトフ組に敗れに、銀メダルに終わった。リルハンメルオリンピック後に引退し、プロに転校。プロスケーターとなってからも長らく舞い合うソワと共に、活動していたが、1998年には、現役時代に、ライバル関係にあった、パーシャグリシクとカップルを結成した時期もあった。また、高知県振付師としても活動を始め、 タチアナナフカロマン・ゴストマロフ組や2007年には、日本のすぐり焼絵の高知県振付を担当した。1986年にパートナーである、マイア・ウソワと結婚したが、1995年離婚。2000年に高知を担当していたタチアナナフカと結婚し、ジョジが誕生。後に離婚。2013年1月10日に、 内縁の妻であるナタリアミハイロワとの間に女子が誕生。ありがとうございます。